味噌ラーメンだからないって言ってるじゃないですか。ラーメンなのに味噌だからです。うわー、なんか間違ってますよね。ドリアンアイス食べると思うか。じゃあしらせちゃん。え何だから言ったのに。まったく、ホテルに到着するのにどんだけかかっているんですか。そう、そんなもの買ってるからです。ハイナンジーファン、ハイナンジーファン、シュルちゃん、ハイナンジーファンとガヤトアスト来たよ。あ、本当、どうかしたか。なんでもない。わっ、わっ、おいしそう。では早速食べてもらいましょう。シラセちゃんとヒナタちゃんのドリアーショー。バチか。本当に食べるの。ちょうど4つに分かれてるけど。じゃんけんで負けた方というのは。いただきます。慣れたら美味しいかも。え、本当？早いわ。すぐ死ぬからおとなしくしてて。じゃあ奥さんに任せる。だったらいいでしょ。そんな、ダメ。葉月さんの妻は私です。いや、みんな可愛いな。ちなみに渡す時におっぱい見えちゃったとしても事故として許してもらえる。見ないでください。実は流されたの上だけじゃなくて下も。こっち見ないでください。ごめん。どこに流されたの。それが、そうだ、何を。僕の履いて。明日も楽しみです。富澤コーチ、日向コーチ、これからもよろしくお願いします。あ、隣引っ越してきてたの。敵は何機いるんだ。おかしい、なぜかとてつもなく息苦しい。ここは俺の聖域のはず。まさか、スバルは戦闘中だというのに T シャツを後ろ前に着ていた。しかも裏表反対に。どういて苦しいわけだ。落ち着け、スバル一ノ瀬。ここはお前の聖域、お前の世界だ。このコックピットの創造主であるお前なら何だってできるはず。戦いながら T シャツを着直すことなど造作もないことだ。
まずは右、次は左。落ちろ。終わった。さよなら。宇宙歴156年、スバル一ノ瀬はお気に入りだった T シャツを宇宙に捨てた。正直メガネキャラってどうかと思うわ。キャラ付けのためにかけてんじゃねえよ。目が悪いくらかけてんで、てめえまた木の棒とファッさせるぜ。なんだてめえ、くれえ、ガードすんな、ツッコミを気をつけしなさい、キョウツク。よし、じっとしてろ。だからガードすんな。行く島、抑えろ。あいよ。よし、じっとしてろ。あんた、ほんといい加減にしなさいよ。死にが、私は勉強できるじゃん。行く島はレスリングがあるじゃん。でもね、ないのよ、ハバラには。何にも笑うとすっごく可愛いよ。だからなぜ金を払う、意味わかんねえよ。とってもフルーティー。それはもしや大家さんの。いたな。もう何も怖くない。本当だ、かわいい。お、テレサちゃんとアレクだ。もう有名人だな。ピン先輩。ただあれが噂の異国からの転入生か。はい。し、いい、ヒナの敵ではないな。なかなか聞き分けの良いナイスカールではないか。はあ。いや、僕もいきなり大声を出して失礼した。我が戦う写真部へようこそ。二人を熱烈に歓迎しよう。この二人を部員にすれば部費も増額し、ヌードモデルを頼む予算も捻出できるかもしれんしな。全部聞こえてるわよ、はじめちゃん。見守ることだけだ。あれ、今なんかそこに。やだな、何を言ってるんだい、さんちゃん。うわ、今一瞬お父ちゃんが飛んでいたような。お前さ、一体何をバカなことを。お菓子でも食べるかい。お菓子は確かカバンに。Not good enough! Not good enough!